BTU アニメラボーでしょー。小林ひろきです。バッタモカイです。ゼブレインガツイです。バッタモ山下です。お願いしま す。さあ、結界戦線&ビヨンドの感想でございます。面白かった。11話、溶岩原始光でいいのかな、読み方は。溶岩原始光の前編でございます。面白かった。前編ということで、妹のね、レオ君の妹のミシエラが突然こう連絡を取ってみたところ、突然結婚しだすというから、どういうことだと言って会いに行くぞ、てか会いに来たぞという話ですね。妹はこっちに来てると。そうですね。こっちに来てるから、その彼氏に会ってほしいのということで会ってみたら、ん、何やらおかしいぞというお話でございましたね。今回は冒頭もね、あ、久しぶりの顔もいたりてましたね。お互い妹の話しちゃうね、なんつって仲良さげだったね。今あんな感じなんだよね、あの二人がね、な関係性としてね、相変わらず良さそうなものだったし、そして本編ではね、その妹の彼氏がどうやらあっち側の人間らしいと、そしてどうやらこっちの神々の義眼に興味津々というか、そういうのを集めてるやつっぽいぞと、集めてるやつなのかな、なんか実験見てなんか調べたいみたいなこと言ってたね、いっぱい持ってるやつで、お前のことを知ってるぞと近づくために、その男に取り付いてこうやってきたんだぞということで、それを何だか前に知らせたいけど、知らせることができないぞという、どうやら本当に自分以外には見えてないせいで、で自分の仕事ぶりを見せたくないけど見られてしまったぞというお話でございます。それとともに、あれですね、今回は周りのキャラたちがニヤニヤしながらあれを見ているという光景が、最初はね、その相手が化け物だって分かるまでの話のところでね、そうですね、みんなが出ばがめしてるところがね、どうすんのよって感じがね、ケイケさんのケイケさんのおばちゃんっぷりがね、よかった、一番楽しんでたね、可愛かったな、ザップさんね、あの二人がね、みんな来るから、ザップさんのやり部屋発言も良かったしな、さらって言ってたよね、あいつやり部屋で揉めてるってなんでやと思ってた、知ってるけどさらっと言うんだよ揉めてるから、早く帰んないと、いつもだよね、さすがザップさん、今期本当あんなんばっかと思った確かにザップさんをかっこよく全然描かれないね、今回は ね、まあ、戦ってるシーンだけ、ね、戦ってるシーンだけはかっこいいんだけど、まあ、もちろんね、それは他がね、あまりにも不死だらな生活をしてる、乱れた生活してる部分ばかりだけど、ケケさんもね、その母親というか主婦としてのキャラの描かれ方がね、人の恋路が好きでしょうがねえんだよ、息子の時もそうだったしね、そうだ、息子の時と同じテンションなんだね、ヒーローインタビューよ、帰りのヒーローインタビューしたくて見てたもんな、あれはっしゃいでたな、はっしゃいでたな、で、まあまあ周りにもね、おいおい、ライブラ全員勢ぞろいじゃねえかと、ねえ、バレちゃう、暇だよああ、そうだな、暇だよな、人狼もいるしな、普通にいるもんな、そうそう、まあまあ一応ね、一応名目としてはね、その、ね、何か起きた場合 ね、そうそう、何か起きてしまったら大変だから、ということで集まっているけれども、レオ君にとってはそんな状態ではないぞと、どうね、よくわかんねえやつが来てるせい でどうやら妹は気づいてるんじゃないかと、妹だけから助けを求められてるんだから、自分が何とかしなきゃいけないな、けどうまくいかないなという形ですね、仕事ぶりも見られてしまいましたのでね、ああいう仕事をしてると目を使って、こりゃいいわいいとなったせいで、お前俺に取りつかれろという形で今回終わってしまいましたけど、そうですね、ね、引きのある終わり方ですけれども、どうすんだろうな、結局誰かに助けてもらえるのか、助けてもらえず何とか一人でするしかないのか、ねえ、まあ、そこが見どころですからね、そこが見どころですよ、お前もライブラリチなんだよ、なんだろうっていう、ね、そうだね、あのセリフがね、そうだ、それを言ってるんだもんね、ザップさんが、それこうだよってなるんだ、いてくださいって言うけど、いてください、いてください、じゃあ行くんでって言ったら、いやいやいや、ちょっといてくださいが全然いてもらえなかったちょっとぐらい引っ張れかなと思ったら ねそっからの話だもんね、みんなもうプライベートも仕事もあるから、どうするんだろうな、どうするんだろうな、あのままな、であと男の人が不憫だよな、あの彼氏が、まあ、どういう状態なんだろう、あれって擬態って言ってたけど取り付いてるから、男の人自体は、いるはいる、いるはいる、実在するチーム、そのために作られた人なのか、もともと言ってんの、持ってかれたのか、付き合ってから取り付いたのか、付き合う前に取り付いて近づいてんのか、あれってなんかニュアンスでそんなようなことを匂わすようなこと言ってたよね、なんかね、あいつはもともとああいう風なものだからねって近づくためにリアリティがないとみたいに表現するから、分かんないけど来週なんかそれで会ったら嫌だから何も言う、まあね、確かに、まあ、お察ししましょうということですね、いろいろ我々は想像するだけですからね、そう、我々は想像してるのが楽しい、ただ楽しいから話しちゃうんだよな、ただやつはただのいいやつだよ、
やつはいいやつだよ、うん、いいやつだよ、ね、有名あるね、心の底から言ってるよ本心で心配してるよ本心で心配してるのね、うん、いただのいいやつだからこそ取 り, こう取り付けたみたいなところもあるだろうしね、うん、いいやつだからこそああいうこともできてるよ、まあ、しなそんな、なんか一瞬レオ君がねお兄ちゃんとして認めてるのかなみたいな瞬間の顔もあっただけにね、うん、ああいう感じなのなんかぼやっとするもんな、ぼやっとしますね、あとだな、でどっちが喋ってるのか分かんないセリフもあるしな、最初レオ君ディスってたのもね、だから辺がないい感じに終わるといいですな、そうですね、といったところで以上とさせていただきますね、チャンネル登録コメントよろしくお願いします。